音声トラブルちゃうで。あきらお兄さんが声出してないだけで。パインチャンネル始まったな。今日はなんと大好き大好き大好きホームセンター島中に来てます。もうめっちゃテンション上がってる。やばい、もうめっちゃテンション上がってる。あきらお兄さんの中ではディズニー超えてます。もう楽しさはもう超えてます。もうすごい大好き。今日はですね、あきらお兄さんここ島中に来ましてね、でここでですね、まあいろんなものを買い出しつつ、ちょっとあきらお兄さんのねチャンネル、そのグリーンバックに頼りすぎてる。あきらお兄さんそう思うんです。なんや言うたらグリーンバックにして、なんかその時の企画に合わせた背景にしようっていう、もう楽が見える。あかバレた、もうバレてる。あれグリーンバックにしてることによって画質が落ちてることもみんな気づいてるはずや。ちょっと画質が落ちてんねん、あれね。せっかくね画質ええので撮ってんのに、あれすることによって画質下げとんねん。あれこれはあかん、これはあかんということで、ちょっとねあきらお兄さんのセットを作っちゃおうみたいなねことですよ。はい、なので今日はちょっともういっぱい見させてもらって、うん、それゲットしに行きましょう。あきらお兄さん予定、はい、まず何を求めてるんですか今。え、何も考えてない。あ、そうですか。全く考えてないです。はい。あ、でも色塗るんとか言ったらこの辺ね。ああ、あとで来ますか。うわ、怖い。あ、キャンプっぽくすんのも。もう屋外っぽくするっすか。屋外っぽくすんのも素敵じゃない。あ、素敵。なんかほら、こういうさ、あるやん。はいはいはい。楽しいやん、こういうなんて雰囲気が。あ、いいですね。え、どうそれ。めちゃくちゃ良くない？屋外っぽくする。うん。ああ、いいですね。グリーンバックで焚き火炊きます。だったらまあグリーンバックでいいんじゃないかってなりますけど。うわあ、もう迷うわー。何しよう。うわ、こんなポストとかもさ、ちょっと置いてるだけでさ、はい、セットっぽくなるやん。はい。あ、じゃあポストになんかこう今日やることみたいなの。ああ、もうデラックスやもん。あ、なんかちょっと見たことあります。デラックスやわ。 ありましたよ、そっか。いいよね、なんかセットっぽい。なるほど、うん、あ、いたぞ、来た、いたぞ。あ、ここら辺か。あ、ここら辺ね。え、どれぐらいのサイズ。まあ、でもサブ6じゃないですか、やっぱり背景にもしなきゃいけないんで。そうね、はい。でもこれやったらもう下地塗らんで。あ、本当ですね。ね、これ白ですね。白白。ああ。もうじゃあこれに。ただどう立てるよね。あ、もう壁にベンと。壁に貼っつける。壁に貼っつける。どうこれ。あ、いいんじゃないですか。2枚。でも2枚ぐらいですね。2枚ね。はい。うん、とりあえずこの2つ買いましょうか。はい。うん。これね、おすすめのね。おすすめのペンキがあるね。ほう。あ、そうそうそう、これ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 。あー、これですね。これがもうすごい、ほら、もう色全部おしゃれやから。もうなんかおしゃれですもんね。そう、見た目が。そう、おしゃれなの。え、何書くかも決まってないからね。確かに。なんて言ったって、こうていい。どうぞ、なんでも。え、予算いくらっすか今日。予算です。はい。1万5000。1万5000ぐらい。あ、はいはいはい。1万5000ね。1枚3000ですね。1枚3000ね。6000。あ、ちょっとで予算聞いたところ、今1万5000円という判断でしたので、残り9000。ウェットティッシュで塗れる新感覚ニス。ニス、こうやってもそのまま伸ばしていけばいいだけやねんで。なんじゃ便利やな。使ってみますか。いや、でもあと9000円しかないから。そっか、丁寧に丁寧にいかんと。そっか。あ、そっか、筆も買わないといけないですね。筆はあきらお兄さんの前持ってった中に入ってるで。達筆一文字一文字書くみたいなんですよ。金とかですか。なんで金。あきらお兄さんや言うて。
違うやろ、そら金と夢とか違う、金と夢強欲やろもうこれ買っときやないからないからねえお、すげえ、なんだこれプロッキー、15種、買っとく渋々、OK 渋々、OK これは、その1万5000円の間に、はい、中に入る入るね、やめとこ1回目とこいいです、最悪、あの余ったら買おう。あ、そうですね、はい、うん、余ったら買おう、余るまではちょっと。マスキングテープで貼り絵みたいにするのちょっとスッチリそれめっちゃ良くない？俺それの方がいい気がしてきた。おお、ペンキ使わず、ペンキ使わず貼り絵どう？かなりの、行ってみますか。え、どう？これで400円ぐらいでしょ。結構これでもいろいろ貼れますよ、売れますよ。そうしよう、だって楽しそうやん、このカラー。はい、どう？いいっすね、楽しそう。これめちゃくちゃいいアイディアじゃん。おお。なあ、これ3000円ぐらい。3000円いかないっす。3000円いかへんぐらい。これどう？この案どう？行ってみましょう。え、いけたよ。これ本当に貼り絵だけします。え、本当に貼り絵だけでいきます。ちょ、貼り絵舐めてない貼り絵を今舐めてない。ぶっちゃけ言うと、舐めてます。貼り絵舐めてるよね。え、そうですね、あ、バレました。舐めてるなっていう顔してるからいや、貼り絵でいけんのかなってなる。え、それは俺もさ、貼り絵やったことあんのかってない。うん、それ小学校ぐらいからやってない。はい、じゃあ念のため買う？あの絵の具を。絵の具買う？絵の具のなんかあのセットみたいなの買う。乾くと耐水性。乾くと大丈夫なんで。おお。ひしひし伝わってくるんですよ。みんながこの俺の貼り絵プランに全く乗ってないっていう。バレました？いや、すごいよ。そんなに分かりやすく出すねんなっていう感情みんなが。あの、多分思ったよりもでかかったんで、あの。え？あの、で、髪髪が。いや、でかいでかい、はい。でかいよ。それにいけんのかな、張り紙でっていう。いや、それはもう、もう、ほら。やっぱハマってないから。張り絵のこと、張り紙っていうのも出た。もうただの紙やから。注意事項やから、それは。うわぁ。あー、芝生ね。あきらお兄さんの足元芝生やったら楽しいな。ちなみに、1メートルあたり1250円。1メートルあたり1280円。これはちょっと安いか、安っぽいか。やっぱこれぐらいいきたいですよね。あー、なるほど。あー、これ、あー、やっぱしますわ。ちゃんとしたやつやっぱします。ほんでもうこういうのになるから、これまた、あの、掃除が大変になりますね。うっかりボーイが怒られやすくなるから、うっかりボーイにも優しい、あきらお兄さんであれだよね。あの、この前、たこ焼き作った時めっちゃ怒られましたよ。なんで、なんで、なんで。あの、許可出してなかったとか言って。会社に怒られました。許可必要なの？許可必要なの？めちゃめちゃうっかりしてるやん。料理ダメなの？あそこ？ちょっと、ちょっと、めちゃめちゃ違反してるやんか。うっかりです、うっかり。大丈夫、あの、社長にちゃんと謝ってます。あきらお兄さん、もしかして、うん、ノンスタイルの石田明って気づかれてないんじゃないですか？うん、これはもう自分でも確信してるけど、気づかれてないよ。気づかれてないですね。気づかれてないよ。あの、もっと僕は囲まれるんじゃないのかなと思ってます、ね。ああ、ああ、あのね、囲まれへんで。あ、そうなんですか。うん、特に東京はもう囲まれへんで。うん、
あ、そう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 、あの話しかける、M1で優勝したよ。あ、です、うん、あれな、もう12年前やで、12年前やで。はっきり言うとくけどな、はい、もうみんな忘れてる。12年前の記憶なんかもうみんなないやろ。そうですね、確かに、はい、めちゃくちゃ、あ、どうもこんにちは、こんにちは、はい、あ、ありがとうございます。ご機嫌。あ、違います、あの、頑張ってくださいって。あ、ほんまに、はい、気づいてもらいました。ご機嫌さんか。いや、違います、はい、お仕事ですかって聞いてたの。いや、多分違う。会ったことないです、ね、あ、頑張ってください。あ、ほんま、はい、あと2000円どうしよう。まあ無理して使わんでもいい。無理して使う、無理して使う必要はないでしょ。マッキー、え、マッキー、あ、マッキーちょうどいい、ちょうどいいですよ。マッキーちょうど2000円ぐらいやったね。はい、え、でもなんかもう悔しいよ、なんかほんまに、はい、ほんまに絵描くしかできへんっていう。それ以外もう何もないよ。いい、悔しい、トラッケー。よし、果たしてこれでちゃんと1万5000円で収まってんのかっていう。そうですね、誰もあの会計してないですから、ね、そうそう、あの消費税とか無視してるし。お願いします。すいません、お願いします。いける気がする。オーバーして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 る、オーバーしてる。プロッキー返そう、プロッキー返そう、プロッキー返そう。まだこれ、あの、まだ、はい、とりあえずすみません。この端の方にテープだけ、あれ、どうしたか。1730円。あ、いや、めちゃくちゃ安かったです、ありがとうございます。はい、もっと高いと思ってまして。あ、よかった。さあ、お会計終わりまして、13,291円、ギリギリセーフでした。はい、まあでもだからちょっと余ってるんで、あとほんまちょろっとだけなんか100均とかでカット貼って、はい、俺も作りましょう、セット。いきましょう、いきましょう、はい、はい、もっと痛いなぁ。もっと降りたいなぁ、ここに。もう2時間くらいいたんで。え、2時間くらいましょう。じゃあ、でもこれ積んだりするやろ。はい、見てていい。そんなに見てていい。いや別にいいですけど、10分後くらいに集合しますか。10分後集合。はい、10分後で大丈夫ですか。え、もう誰も気づいてんじゃない。ただ陽気なおじさんだ。